はい、22時ちょっと前ですけども、もうすぐ22時になりますね。16時に相場解説をお送りして、16時の時点で売りで入りますよということをお話ししました。そこからですね、ご覧のように、あ、これすみません1時間足ですけども、ご覧のように、ここからですねぐーっと下がってきてますよね。まあ、ですんでゼロライン設定を、だからロスカットラインをですねこの辺に当てて、それで、これからね、こういうふうに下がっていくのが、こういうふうに期待できますから、こういうふうにね、こういうふうに予測してますんで、あとは、まあ逆転して上昇しても、ロスカット食らってもプラスになるようにして、このまま今日は、明日までね、下方は寝て待てをしようかと思います。皆さんどうだったでしょうか。今日の夕方の相場解説を見られた方は、あの時点で、売りに入っていれば、皆さん同じようになったと思います。それでは明日の朝お楽しみに。